男女のトミコ。これに聞き覚えがある人、あなたは昭和の人間です。今回は、噂の刑事トミーと松のオープニングを紹介します。1979年から1982年まで放送されていたテレビドラマです。松の、お前なんか男じゃない、男女で十分だ、男女のトミコ。という言葉に反応し、トミーが覚醒するといういかにもありがちなパターンでしたが、昭和ではそれが楽しかった。